しかし昨シーズンのオールスター戦で大谷翔平に MLB スターたちが殺到したスターたちがこぞって彼のサインを求めていた二刀流大谷翔平をメジャーリーガー主要メディアはどう評価したのだろうか ロサンゼルスタイムズ氏、MLB 公式サイト、USA トゥデイ氏、スポーツイラストレーテッド氏、ESPN の記事を抜粋して紹介する。メジャーリーグの2021年シーズンは、二刀流大谷翔平が話題を独占した。エンゼルス大谷翔平投手が間違いなく、歴史的オールスターの主役だった。オールスター戦、 前日のホームランダービーには、大谷が日本人として初出場した。優勝予想オッズは、地位の4.8倍だったが、第1ラウンドで敗退する波乱の幕開けとなった。それでも、ナショナルズの外と、二度のタイブレークを演じ、最も注目された戦いとなった。ロサンゼルスタイムズ氏は、負けてもドラマチックと表現し、 MLB 公式サイトは過去最高の対戦だったと称賛している。両手を膝に置いて疲弊した様子や、女性スタッフから給水を受け取る時の驚いた表情、敗戦後に外と抱き合い、満面の笑みを見せ、楽しむ大谷の姿にファンもメディアも、そしてオールスター選手たちも虜になった。USA Today 誌によれば、アメリカンリーグのクラブハウスでは、 大谷にサインを求める選手が殺到したという。同志はサインをもらった選手の一人である、ホワイトソックスの守護神、ヘンドリックスのコメントを紹介している。もちろん、ボールにサインをもらったよ。みんなが彼の成し遂げていることに異形の念を抱いていると思う。翔平と話して最も印象的だったのは、彼が素晴らしい人間であるということだ。 今までで、最もナイスガイな一人だ。謙虚で、丁寧で、彼はありのままだった。さらに、41歳のワシントンナショナルズ、ネルソン・クルーズも続いた。みんな彼のサインを求めていた。僕は写真にサインを二つもらったよ。オールスターに七度選出されているベテラン選手でさえ、先方の眼差しで、大谷に接した。 それだけ、選手間でも大人気だったという。どこもかしこも、大谷の話題だらけだった。救演前日のメディア会見で、ヤンキースのエースであるコールは、インタビューの中で大谷について、熱弁した。僕らは投手だけや、野手だけで野球を始めたわけではない。皆、両方か、複数ポジションでプレーしたい。例えば、 左投手だったとしても遊撃手でプレーするとか、単純に、投手であろうが、打者であろうが、夢は実現できる。ある子供は、すべてやりたいと思うだろう。大谷はそれをエリートレベルでやっている。彼に刺激を受け、次世代の選手が大きな夢を持ち続けてほしい、と語った。選手のクラブハウス、前夜祭のホームランダービー、 レッドカーペットショー、そして二刀流でプレーしたオールスター戦。すべてのイベントで注目の的になった。昨シーズンの大谷の驚異的なパフォーマンスが、スター選手たちの熱狂を呼んだことは間違いないが、その難しさを多くの人が認識したのも大きいだろう。プロバスケットボール、NBA のスーパースター、ケビン・ドゥラントが、 昨年のヤンキース戦を、ヤンキースタジアムのネット裏で試合を観戦していた。ルラントはツイッターで大谷を、違う生き物と称賛し、テレビゲーム上でのトレードを模索していたという。またプロフットボール、NFL のスター選手であるワットは、多くの人が翔平大谷について、話題に挙げていると思うが、まだ足りない。 彼が野球界でやっていることは、驚異的だ、とツイートした。他のプロスポーツの豪華スターたちが SN、SNS で発信したことが、意味することとは何だろうか。マドン監督はこう語った。非常に素晴らしいことだ。大きな関心を高めることになった。彼らは、どれだけ難しいことを大谷がやっているかを理解している。 フットボールは週に一度。バスケットボールは週に三度だ。それに対して、大谷はほとんど毎日プレーしている選手だ。さらに投げて、打っている。それは本当に難しいことだ。過小評価されるべきではないくらい、ものすごいことなんだ。それを、他のプロスポーツのスター選手たちが、認識できたのは、非常にいいことだ。 競技の垣根を越え、二刀流の難しさへの理解が浸透し始めた。周囲に拡散する一方で、それを最も近くで体感した男がいる。大谷と共に2021年シーズン、エンゼルス打線を引っ張った、同僚のウォルシュだ。2019年には、投打の二刀流に挑戦したが、2020年以降は打者に専念し、 打者でブレイクしている。ウォルシュが語った。メジャーリーグの打者をアウトにすることはすごく難しいし、メジャーリーグの投手からヒットを打つというのは、またすごく難しいことだ。実際に二刀流に挑戦していた選手の言葉は説得力があった。一般的に先発投手は、中4日から5日の間に、 次回登板へ向けての調整に集中力を注ぐものだ。一方で打者は安定した打撃の状態を日々保つように練習を重ねる。この二つを日常的に行っている大谷に対し、ウォルシュは彼は間違いなくユニコーンだと実在しない神話上の動物に例えその希少性を表現している。続けて、日々の規則性。 その集中力を毎日もたらす彼の姿勢は、最もリスペクトする部分だと話した。昨シーズンは先発登板時に、打者で同時出場するリアル二刀流もこなした。開幕直後、メジャー、ナンバーワンとされる、チームメイトのトラウトは、リトルリーグを見ているみたいだと、投打をハイレベルでこなす大谷のプレーに見とれていた。ベイブルース以来、 100年ぶりの記録や、史上初の快挙など、数々の偉業を達成したメジャー4年目となった。アメリカで最大手とされるスポーツ雑誌である、スポーツイラストレーテッドは、昌平大谷はベーブ・ルースではない。彼はそれ以上との見出しで、二刀流が1918年と19年の実動2年間だけだった、ベーブ・ルースを超える存在であることを報じている。 米スポーツ専門局の ESPN は、ブルージェイズの主砲であるゲレーロジュニアや、タドレスの若きスター選手、タティスジュニアと共に、大谷が野球界の新しい顔だと報じている。メジャーリーグの2021年シーズンは、二刀流大谷翔平の年となったのである。